エルムガイの悪夢は2010年のアメリカ合衆国のスプラッター映画。1984年に公開されたシリーズ第一作、エルムガイの悪夢のリメイク作である。監督はこの作品が長編映画デビューとなるサミュエル・ベイヤーが抜擢され、制作会社はマイケル・ベイラが経営するプラチナム・デューンズが担当する。主役キャラのフレディ・クルーガーには これまで前8作で出演したロバート・イングランドに代わってジャッキー・アール・ヘイリーが起用され、ナンシー・トンプソン役はヘザー・ランゲン・カンプに代わってルーニー・マーラが務めている。エルム街の幼稚園で園児たちが性的ないたずらを受ける事件が起きる。容疑者として挙げられたフレッド・クルーガーは無実を主張するも何の証拠もないまま親たちによって生きたままあぶりにされてしまう。 時はタチナンシー、クエンティン、ジェシー、クリス、ディーンの5人は同じ悪夢にうなされていた。そしてメンバーの1人が夢と同じ死を遂げたことで恐ろしい悲劇が始まる。2008年1月29日、バラエティ誌によってマイケル・ベイが率いるプラチナム・デューンズ・プロダクションが1984年のオリジナル版をリメイクし、エルム街の悪夢シリーズをリブートすることが発表された。 プロデューサーの一人であるブラッドフラワーはインタビューでリメイク版の13日の金曜日と同様の路線にする。今度のフレディはジョークを言ったりはせず、第一作に習ってとにかく怖い映画にすると語った。2009年2月、ハリウッドレポーター氏は CM やミュージックビデオ監督として知られるサミュエル・ベイヤが本作の監督として雇われたことを報じた。 また同志によって、これまで全8作品にフレディ・クルーガー役として出演していたロバート・イングランドがリメイク版で同役を演じないことが明らかにされた。ニューラインのトビー・エメリッヒによると映画監督経験のないベイヤーが抜擢されたのは彼の CM やミュージックビデオを見たマイケル・ベイの推薦によるものだという。2009年4月3日、エンターテインメント・ウィークリー氏は ジャッキー・アール・ヘイリーが同役を引き継ぐことを報じた。ヘイリーはリメイク版と続編2作の合計3作分の契約を交わしている。2009年5月5日より主要撮影が始まり、2700万ドルの制作費をかけ、同年7月10日に完了した。ありがとうございます。